皆さんこんこにちは命を守る参議院議院員の川田隆平です今日で国会も閉会日となりまして今年はこの通常国会も穏やかな形で終えることができたというところです。で、まあ、通常ですねあの通常っていうかあの、まあ、国会によってはですね、まあ、最後開かれないで終わるというようなこともあって、まあ、ちょっとあの、まあ、最後すごく 険悪な中で終わるときも多いんですけれども、今日のところは、なんとかこの決算を今日で本会議に上げることができて、警告決議も上げることができて、それから今回、採択すべき請願の審査も、これもはえっは厚生労働委員会と、もう一つ委員会がありまして、 えそちらからのえ性、ー、願の採択が、えー、ございましたで今日はえっ、ー、と厚生労働委員会と、えー、それから、えー、法務委員会のえ性、ー、願が、えー、採択をされていますで今日その後あの子ども家庭庁設置法案と子ども、えー、基本法案それから、えー、いわゆる AV 新法の法律が通りまして それから高圧ガス保安法も問題があったんですが審議会からやり直してもう一度これを今日採決ということで賛成でこれは通っております。で今日ですねあの、まあ、この本会議の前に、まあ、同の委員会もですねこの法,法律を通す委員会はあの昨日のうちやってますけれども今日は閉会処理ということで全ての委員会で えー、この継続調査要求という、まあ、この閉会中もですね社会保障、まあ、この厚生労働委員会の場合には社会保障及び労働問題等に関する調査を継続することというのをこれを決定して、まあ、この一応この全ての委員会でですねそういったその閉会中においても、えー、そういった調査を継続するということで、えー、消費者の場合には消費者問題の対策樹立のため というようなこと言ってましたけども、まそういうそのま調査を継続するということを各委員会で決めました。私はそのほか決算委員会にも出席をしてそういったことを決めてきました。その中では厚生労働委員会ではあの昨日もフラ,フライングちょっとしてしまいましたけれども、昨日のうちにちょっとあの報告をいたしました請願審査。これがですね、今日はあの採択されて。 昨日も言いましたけれども全ての世代が将来にわたって信頼できる年金医療介護などの社会保障制度の確立に関する請願それからパーキンソン病患者への難病対策の推進に関する請願それから人疾患総合対策の早期確立に関する請願それから学童保育放課後児童健全育成事業の拡充を求めることに関する請願とゆとりとやりがいのある 保育現場の創出等に関する請願そして難病長期慢性疾病小児慢性特定疾病対策の総合的な推進に関する請願現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の整備に関する請願転換のある人とその家族の生活をされることに関する請願ということで8つの請願が今日採択をされましたでまあこれ数え方としてはほ、まあ、他何件というのがありまして 同じ内容でもたくさん出ているものについても数えると今回全部で288件の請願を採択されたということです本当に今回ですねそういったその請願については昨日の動画を見ていただけるとどういった内容の請願が採択されやすいのかということをお話ししましたけれども是非その辺りもまた参考にしていただければと思っています。 今日はあの最終日ということで今日最終日はあの公会が終わった後、まあと特に今回あの任期満了の方がいまして任期満了で、えー、選挙に出ない方に対して、えー、まあ,あのお礼というかですねお別れの挨拶というかを、えー、していただいてさせていただいてということでお互いに、えー、ありがとうございましたということで、えー、今日はあの。 8人の会派内での引退優待される議員の方たちを見送るということをさせていただきました。えま、一緒にあのこうみんなの党の時代からやってきた。前山雄一議員もですね。今回引退ということになって、まあ、一区切りということを本人も言ってました。けれども、も前山さんとまずっとやってきた仲間ですので、ま本当に。そのまあ、今回本当にまあ。 いろいろとあって残念な気持ちもありますけれども真やさんそれから今日はですね挨拶した順番で言うと郡司さんですね郡司明さん茨城県選出それから芝弘和さん三重県選出そしてナタニアさんがですねこれは日教僧出身の全国比例区ですね。それから 江崎さんですね江崎さんは、えー、自治郎出身の、えー、彼も全国比例区それから難、えー、波昌司さん難波さん国対委員長ですけれども難波さんは、えー、今回は難、えー、波さんは、えー、JP 労組という郵政ですね郵便局の、えー、郵便局の労組、えー、の方それから八郎さんですね八郎,さんすません八郎さんが 北海道の選挙区の選出で,で八代さんは参議院としては1期なんですけれども衆議院が長くやられていたということで、えーまあ、本当に長年この国会でお世話になった先生ですそれからあとその小川,小川先生もですね小川先生は副議長として、えー、小川先生も今回引退ということで小川先生も挨拶をされていました それとあの小川先生と前山さんと江崎さんとえ南波さんと、えー、そうですね柴田さんナタニアさん八郎さんいや本当にその皆さん本当すごい、えー、もう経験もある先生たちですのでまあ本当いろいろとお世話になって本当にいろいろ学ばせていただきました本当にありがとうございましたまあ本当にそうやってその皆さんに送られて、えー、こうやってその 優待とといいう形ででやめていくとですね、まあ、これいつもあのこの会期末と特にあの、えー、任期満了の時に思うんですけどもここで送られる先生はもう選挙に出なくて優待なんですけども一方でたくさんの方がまだ選挙に出るわけですね任期満了で選挙と。でこの選挙に出る人たちっていうのは選挙に出て落選してもこうみんなで送ってもらうことができないと。 いうことでまあ、本当にこの当選すればもっと戻ってくるんで、まあ、その送る意味はないんですけれども、まあ、本当にそういう意味でちょっとここでですねやっぱり本当にちょっとこう、えー、引退するか、えー、選挙に出るかというところで、まあ、選挙に出たくても引退する人もいますし、えーまあ、選挙にはもう出ないよということで早々とまあ引退をまあ宣言する人もいますので、まあ、そういう意味でやっぱりここで分かれ目があるんですね。まあ、そういうい意味でで、まあ、あと3年後ですね私も えこういう任期をえ全うする中でえどういう決断をしていくのかということ、まあ、もちろん次やるつもりですけれどもえそういったそのまあ非常に感慨深いものがありましたで本当にこのまあ参議院の任期っていうのはまあ衆議院と比べてやっぱり計画を立ててできるところがあって衆議院の場合には解散・総選挙というのがありますので。 いつ解散になるかわからないということでまあ常在戦場、まあ、いつ選挙になってもおかしくないという状況で選挙の準備を常に整えておくわけですね。でこれはあの、まあ、大体そのどれぐらいっていうのは大体3年が平均なんですけれども、まあ、今回も、えーまあ、参議院選挙と同日になるのではないかと次回ですね3回3年後ですね。 3年後はまあ同日じゃないかということで、まあ、大体、えー、まあ任期が4年の中で、まあ、同日選挙には自民党というか与党が、ね、強いと言われていて、まあ、多分同日じゃないかとで今ものままですね何事もなければ3年安泰でいけるということもあって、えー、多分そういう形で選挙が行われるんではないかということでもう本当に今回の参議院選挙があった後は 国政選挙は3年なないいいんじゃないかと言われています、まあ、それぐらい今回の参議院選挙というのはこのあと3年を左右する大きくする、まあ、この国我が国をですねやっぱ大きくするものですので、まあ、本当にこれ選挙の結果が3年間決めるんですねだから本当それはもう非常に大きい意味がありますのでぜひ、まあ、とも投票に行って自らの意思をやっぱり示していただきたいと思っています。 まあ特にこの3年あればですね、まあ、自民党がずっとこれまで当時としてきたまあ憲法改正、まあ、これが3年以内に進む可能性が出てきます。それからまあこのウクライナロシア問題によってまあ防衛費これを上げるか上げないかという議論も今出てきておりましてそういったそのまあ力と力の,この戦争というまあところの攻撃によるこの 防御もありますけどももちろんそういった武力による武力による平和をどうしていくのかというところに平和主義に立って外交などでこういった平和を構築していくのかどうかということの大きなまた転換点も来ると思いますしそれからこの物価上昇が止まらないですね。やっぱりこの物価が 異次元の物価上昇と言ってますけれども、まあ、円安135円を超えて140円台にも行くんではないかと、まあ、このままいくと止まらなくなっていくんじゃないかという中で、まあ、物価インフレ岸田インフレですね岸田インフレがさらにこの値上げの夏値上げの秋ということで、まあ、今日6月15日は年金の支給日ですけれどもこれもマクロ経済スライドによる年金の支給額が 下がって、えー、本当に皆さん驚いている方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、初めてこう物価が上がっている中で年金額が下がるということで、まあ、そういったそのインフレですよね本当に大きなインフレを経験していく中でこの秋以降なんですよね大きな変化が食糧難になったりとかそういった状況になってくるのが、えーまあ、今もまあ給食費が上がったりとかですね、まあ、物価がそれぞれあの。 1> 1万品目ですかもうあの種類のそういった食料品とかも含めて上がっている中で、えーまあ、本当にこの生活実実感としてて湧いてくるのは実は選挙後なんですよねだから選挙でやっぱりこの先を見通してですねやっぱりここで投票するっていうことをしておかないとやっぱり本当に秋になってからじゃ遅いんですねだからそういったことをやっぱり意識していただいて先を見据えた投票というのをやっぱり是非していただきたいなというふうに思っています。 で本当に皆さんの選挙区でやっぱりこの人だったら、えー、国民をやっぱり考えて一人一人のことを考えて動いてくれるという人をやっぱり選んでいただきたいと思います今日もえ最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございましたまた引き続きよろしくお願いいたします